皆さんこんにちは。今日は短い時間ですがよろしくお願いいたします。そうですね、美容面に関してはもう本当にとにかく続けることと、あともう諦めないことっていうのがもう大切だなと思っていて、はい、でまあもうここ数十年変わらず続けているのが入浴ですね、はい、やっぱり体を温めて、でちょっとリラックスさせて、でしっかり自分でマッサージをするっていう、はい、ことは必ず行ってます。朝晩、朝晩、はい、まあ、毎日ではないんですけれども必ず夜は入浴するようにして、うん、で朝はまあ仕事の前とかは必ず5分でも入るようにしてますね、はい、そうですね、食事も本当に一番肝心なんじゃないかなって、やっぱ口から入るものなので、うん、なのでとにかく野菜、キノコ、海藻は必ず摂るようにしてるんですけど、うん、まあ、一番やっぱりいいのは、うん、発酵食品ですかね、はい、うん、で腸内環境をきちんと、うん、自分で管理してあげて、うん、だからぬか漬けを、うん、必ず1日1食は入れるようにしたりとか、ぬか漬けも、はい、あと納豆とか、うん、そうですね、ヨーグルトとか、うん、はい、これはもうなんか祖母の代からずっと受け継いで、はい、作ってますね、うん、運動結構好きでいろいろやるんですけど、まあ、どこかそのジムに通ったりだとかっていうのは毎日はやっぱどうしても行けないので、うん、朝起きた時に、まあ、本当に5分でも1分でも2分でも3分でもいいんですけど、床を拭いたり窓を拭いたり、はい、まあ、どこか1箇所1日1日変えて、うん、で拭き掃除をするようにしてるんですけど、うん、でそうすると二の腕とかあと腰回りとか、はい、足とか本当にちょっと 筋トレ感覚でできるので、うんうん、右手も使って、今度は次は左手も使ってっていう風に意識して、はいはい、トレーニングも兼ねて掃除するようにしてます、うんうん、掃除をしながら、はい、でも本当毎日1分2分やるだけでも全然やっぱ変わってくるので、うん、やらないよりやっぱり積み重ねてやってった方がいいのかなと、やっぱ年齢的に1日の疲れとか、うん、1日のなんかそのそうですね、食べ過ぎたとかそういうものをこう自分の中に蓄積していってしまうと、うん、どうしてもそれを取り除くのに時間がかかるので毎日コツコツっていうのに心がけてますね、うん、ですね、これは本当に簡単なのでどなたでもいつでもできることだし、はい、あと私は確かヨガの先生に伺ったんだと思うんですけど、舌をこの歯の外側にこう、はい、沿って、うん、こう例えば右上からこうぐるぐると舌を回すんですね、うん、うんうん、なんかこういう舌で歯を撫でるみたいなことなんですけど、はい、うん、それを右回し30回、うん、左回し30回っていうのをやると、うん、はい、ここのほうれい線の頬の筋肉がやっぱこうちょっと、うんうん、引き締まってくるので、うん、それはやるようにしてます。お風呂に入ってる時とか、はい、ほんの数分でできるので、どこでもできるエクササイズですね、はい、そうですね、うん、であとやっぱりその舌を動かすことによって、うん、唾液もたくさん出るので、はい、虫歯予防にもなるって聞いて、うんうん、それはもう続けるようにしています、うん、なるほど、はい、そうですね、やっぱりもう年齢的に常に美容と健康は意識していかないと本当に差があるばっかりなんで、はい、常に努力はやっぱ必要だなと思います。一番はやっぱ睡眠と、あと食事、あとはまああまりこうストレスなく楽しく笑っていることくらいですかね、はい、そうですね、やっぱ美味しいものを食べるとか、あとはヨガに行って汗を流すとか泳ぐとか、うん、そういうことですかね。あとやっぱりいいなんか楽しいお仕事とかできた時っていうのは本当になんかストレスなんか感じないですし、はい、あ、もうそれは大きく変わりましたね。もう
若い頃20代の頃はもうそれこそ本当にちょっと睡眠不足だったり食生活が乱れてもすぐにもっと自分の健康な体に戻れている気がしてたんですけど、もう今は本当ちょっとあの睡眠不足が続いたりするともうすぐに的確に肌に影響が出てくるので、もうそこはなるべく睡眠時間をしっかりとって汚れを落としてみたいな。時間があるときは10時間ぐらい寝ます。寝ちゃうんですよね。寝れてしまいますね、うん、でも、まあ、通常ですと、まあ、7時間とか8時間とかなんですけど、まあ、そうですね、なるべくなんかやっぱり寝た方があの、はい、自分はこう体をうまく動かせてる気がします。でもやっぱ男の人ってやられますか？やらないですよね。ですよね。だからあのなんかとにかく食生活とやっぱり睡眠と清潔感だけはあの気をつけていただいてっていうこあのそういう話はしますけど、はい、うーん、やっぱりあのタンパク質を取った方がいいなと思っているので鶏肉のソテーとか作ろうかなと思います。はい、クリスマスも健康のことを考えてということです。そうですね、なんか長生きをしたいなとは思っております。